どうもハイチです。あ、待って、どうもハイチです。久々に料理でも作ってみようかなと。あ、動画でね、普段は作ってますけど。で、今回はシチューです。多分前回カレーだったんだよね。で、俺さ、カレーとシチュー作り方ほぼ同じだから絵は何も変わらないんですけど、まあ、使う量が違うぐらいでね、ちょっと、まあ、相談に答えていきながらっていうところで、今回は恋愛系の相談もね、まあ、ちょこちょこ来るんよ。ただそれをなんていうの、動画さ1本でガッっていうのなかなか難しいから、まあ、少し恋愛のことを喋りながらねシチュー作るんで、まあ、よかったら聞いててください。でですね、まあ、自分恋愛、まあそんな語れるほどさ別に恋愛経験豊富でもないわけですけど、割とやっぱ相談来るのってね、失恋しちゃった子、彼氏彼女に振られちゃった子とか、あとは片思いしてて、でどうやったら振り向いてくれますかねみたいな感じがあるわけよ。でこのシーズンあんまないんだけど、卒業シーズン1月年明けぐらいかからさ、中2高2の子が多いかな、どっちかというと。まあ、2年生がさ、その先輩、片思いしてる先輩が卒業しちゃうから、卒業前に告白した方がいいですかとか、そんないろいろあるわけなんですけど、どっから行こうか、すげえちょっと無計画で話し始めちゃったけどさ、まずね、じゃああれ行こう、その告白しといた方がいいかって話なんだけど、俺はした方がいいと思うわけよ。基本的にしなって言っちゃうの。これさ、相手が恋人がいる状態、彼氏彼女がいる状態の相談も同じ、来るんだけど、迷惑ですかねみたいな。でこれはね、その相手に彼氏彼女がいる時っていうのはさ、まあ俺はしない、俺はできない、正しくは。そう、でもまあなんか事情聞いてて後で言わなかったこと後悔するんだったら言ってすっきりして、まあダメで、ダメだとしたらさ、ダメな確率が高いわけじゃん、相手に恋人がいても卒業でもね、分からんけど。だからまあ言わないでさ、ずっとこうモヤモヤし続けるぐらいだったら言った方がいいんじゃないとは思うわけよ。ただ昔からね、俺その自分に自信があんま持てないタイプで、すごく俺なんてみたいなとかちょっとあるわけよ。でそれでさ、例えばだから俺あれなの、話が二転三転してごめんなんだけど、こうすげえなんだろう、学年でアイドルみたいな子いるじゃん、めちゃくちゃモテる子みたいなに恋をすることってほぼないの。それは別に可愛い子がダメとかじゃなくてさ、別に可愛い顔だけじゃないじゃん、要因としてはそのモテる子っていうのは。でもなんかめちゃくちゃ男人気がある人に好きになれない、なぜかって絶対自分が付き合えるわけないっていうふうに思っちゃうのね。そうだからダメなんよ。でも別に自分の顔のタイプがあるからさ、その、まあ、顔のタイプの人がモテる人だったこともある、いやねえな、ねえなっていうかあんまねえな、それはそもそもまあそうだ、好きになれないんだよねそこはね。でもじゃあなんか B 線なのかっていうか、そういうわけじゃなくて、別に自分が好きだと思う人は自分は可愛いと思って好きになってる、まあ、そこはいいわけよね。でもなんかいろいろ話がずれちゃったけど、そうだからさ、まあ、その相手に恋人がいる状態で振り向いてもらえるわけはないし、あとは自分がね、彼女がいて彼女がさ他の男に告白されるとか嫌だなって思うから、そうだからちょっと待って、火つけますけど、ちょっと温めてもね、この後玉ねぎ炒めますけど、そうなんだよね、そうなんだよねって話つながってないか。でもまあ恋愛ってさ、こうもちろん片思いしてる時って、目が痛えなおい、片思いしてる時ってもちろん振り向いてほしいわけよ。でただその振り向いてもらえる確率なんて、まあ、低いっていうか、そんな秘訣なんてないと思うんだよね。分からん、恋愛マスターとかいるかもしれんけど、まあ、俺はそれを持ってないから。じゃどうするかって言った時に、まあ、駆け引きとか押し引きとかもあるよ。確かにそういうのを使ったこともある、あるある、学生の時に。そう、好きになってもらって、なんかさ俺ずるくて、
その学生の時にあんまり告白する勇気がそんなに、そうなんだろう、すぐ告白できるタイプでもないから、 OK もらえるパーセンテージを上げたいわけよ、基本的に。そのなんだろう、なんだろう、相手がさ、そう、俺がなんか好きらしいよみたいなバレたとしても、それでこう OK 告白した時に OK もらえるように持っていきたいわけよね。いや、それから、まあ、好意を持ってもらえるように、ただね、なんか、なんつうのかな、いい人を演じるというかっていうのは、まあ、大事なのかもしれないけど、そのさ、演じてしまったらさ、相手にとってはそれが普通になるわけじゃん。で、付き合った後の人生長いわけよね。じゃあさ、その演じた自分でずっと接しなきゃいけないのって苦痛だよなって思うの、自分にとっても相手にとってもね。だから、その素の自分を好きになってもらえるなんて、すごいなんか理想論っていうかさ、そういう風には感じるんだけど、でもやっぱできる限り自分が本当に相手が好きで、相手が喜んでほしいなって思うことを、まあやるというか、そのあまり背伸びせずにね、いうふうにはして思ってたんだよね。で、それでもちろんうまくいったりうまくいかんかったりとあるわけで、だってさ、俺初めて彼女できたのが高校の時なんよ、高1の時だったんだけど、中学全敗したからね。そう、中学いじめ受けててさ、もう学年に嫌われてるのも分かってるのにさ、なんか人は好きになっちゃうわけで、しかもね、結構それがバレちゃうっていうタイプでさ、告白してないのに振られるみたいなねあの、ごめんなさいって、何も言ってないんですけどみたいなね、そうそう、もあったり、告白して振られたりとかも普通にあって、まあ、全敗したんよ、中学の時はね。そう、まあ、そんなんもあってさ、怖いね、ノープランで話し始めるって怖いなってちょっと今自覚してるわ。まあなので、振り向いてもらえる方法なんつうのはまあないから、俺の中では相手のことをしっかり思って、自分のために、まあ自分が幸せになるために付き合いたいし、自分が幸せになるために相手といたいわけよ、もちろんね。でもやっぱり相手のことを思うじゃないけどさ、相手が幸せになることを、相手が嬉しいと思うこと、相手が喜ぶ、なんだ、相手が喜んでくれることが自分にとっての幸せだよなっていうのを大事にしてほしいんだよね、そこは。ただね、あの、これ付き合った後の話なんだけど、特に女の子にありがちで、まあ、なんだろうな、尽くし癖って言うのも悪いけど、尽くしちゃう子、あ、それお金とか物じゃなくてもね、まあ、お金出しちゃう子とかもたまにいるけどさ、相手のために、相手のためにみたいな。で、それが噛み合えばいいんだけど、噛み合わないと都合のいい女で終わるみたいなね、男の人になんか都合よく捨てられてしまうみたいな子もいるわけよ。これは学生だけじゃなくて社会人になっても結構多いの、女の子で。で、そういう子に、まあ自分の生徒にもいたからさ、よく言ってたのは、付き合った後って今度は付き合えるかなっていうのじゃなくてさ、振られないようにっていう、自分がめちゃくちゃ好きになってると嫌われないようにっていうのがベクトルになっちゃうの、そこで。そうなると相手にとって不快なことをしないようにしなきゃっていう、相手が喜ぶことをしなきゃっていうのが全てになっちゃうんだよね。でもさ、違うんだよ、みんなにとって、じゃあみんなにとって自分の幸せが相手にとっての幸せっていうのは忘れちゃダメなの、絶対に。てか、それを理解してくれる人じゃなきゃ恋愛関係なんて持たないって思ってて。そう、だからさ、まあなんだろう、男女、まあ、まあ俺の中では男の人の方が多いなとは思ってるけど、まあ、男女多分どっちもいるわけよ、相手のね、恋愛の相手、彼氏彼女を都合よく、まあ、まあ物じゃないけどさ、使い捨てみたいな思ってる人もいるから、実際に。そうだけど、じゃあ女の子がさ、彼氏のために何かを したい、で、彼氏が喜んでくれることが私にとっての生きがいだみたいな、喜びだなんていう、まあそれがさ、まあそうかもしれんけど、でも本当に、あなたのことを思ってる彼氏だったら、きっと彼氏は、彼女、君がね、
君が喜ぶことをしてることが嬉しいと。それは自分に尽くしてくれるのももちろん嬉しいけども、君が本当にしたいことっていうのを自分自身のために何かを費やしてることが僕にとっての幸せだよって、相手もそうだよね。彼氏にとっても彼女が笑ってくれることが喜びだよっていうふうに思ってるような人と付き合ってほしいと俺は思ってるわけよ。まあ、自分もそうありたいし、相手にもそういう相手がいてほしいなと思うし、そうそうかなって。玉ねぎの色が変わりません。あ、玉ねぎをね、あ、そうそう、今ちょっと玉ねぎを炒めてるんですけど、まだこうちょっと普通に白いんですよね。でこれを強火でね、結構強めで若干軽く焦げるぐらいな、がっつり焦げちゃダメだよ、黒くなっちゃダメなんだけど、ちょっと狐色以上の色がついたぐらいまで一気に火を入れちゃって、でそこにね水を入れると、その黄色の焦げ、狐色が映るんですよ全体に。本当は弱火ですげえコト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 火を入れてって全体にこう狐色にすると甘くなるんですけど、時間がないんですよね。あと俺1時間で子供の迎え行かなきゃいけないから、大体そうだから、ちょっと今一気に時短でね、いつも買って作っちゃうんですけど、まあそんな感じっすよ。これ録画できるのかな、大丈夫か。そうで、あと何があったかな、まあというか何もアドバイスはできてないよね。できてないわ。まあ、一番伝えたいのは、なんかいい恋愛してくれって本当に思うんだよね。学生時代さ、俺その中学の時全敗して、高1の時に初めてできた彼女は3ヶ月も持たずだと別れちゃってでそっからその後に付き合って、そこの時付き合った人が1年付き合って、1年記念日ぐらいの時に、前どっかで話してたかもだけど、急に振られたんだよね。俺すごい覚えてんだよね。あのさ、うち高校携帯持ち込み禁止だったんだけど、7時間目かな、7時限目ホームルームだったら、確か自習だったんよね。先生いなくて友達とこうさ話しながら、いや本当勉強しようって話なんだけど、話しながら携帯とかいじってたわけ、メールとかチェックしてて、その時に突然彼女からメール来てて、当時ね、別れようみたいなええだよね。あ、もう俺が多分ね、今もしその時に戻れたら気づけたのかもしれないんだけど、俺は予兆が分からなくて、その時に、あ、前日まで普通になんか、え、普通だったよねみたいな、普通に連絡取ってたよねって、当時 LINE とかないからさ、メールしてて急に振られたからさ、えってなって、もう汗止まらないし、背中ので、もうテンパっちゃって、でその日彼女バイトだったのをしてたから、え、じゃあバイト先、バイト終わりまで待ってから話しようみたいなことを言ってそうで、だからね、その彼女の、彼女も自分もチャリ通だったんでね、同じ高校じゃないんで、俺男子校だからさ違うんだけど、まあ、全然彼女の家まで送っていくと、彼女の家から自分自までチャリで1時間ぐらいかかるみたいな距離感だったのね。でもまあ普通に行って、で バイトが9時かなに終わるの待ってて、そうで、ちょっと早いけど、まあ、入れちゃうか。そうそう、でね、話をして、まあ見事に振られ、まあ、振り返ればさ、もう俺が自己中だったんよね、彼女のことを思わずに、なんか考えずにみたいな。でまあそんなんがあって、でまあ、学校、大学、社会人と、まあ、それなりに恋愛をちょっとして、みたいな感じだったんですけど、ああ、そうでね、その、1年記念日ぐらいの前に振られたやつがあって、で、それから恋愛の仕方がめちゃくちゃ変わったんですよね、自分。さっきも言ったように、おそらく本当、相手のことを、当時は考えてるつもりなんだよ、自分の中では。うん、思いやりを持ってるつもりなんだけど、でも振り返ったらやっぱめちゃくちゃ自己中で、俺が、そう、いやでもまあまあまあ、そうね。で、ちょっとこの火をあめますね。ちょっと待って、全然喋るとダメだね、やっぱね。忘れてた、準備するの。あれどこ行った、ピーラー。人参とジャガイモ準備しますね。そうでね、思いやりを持たな、思い持たなきゃっていうか、こう、うん、相手を思うっていうのをちょっとやっぱり本当にもっと大事にしなきゃなみたいな
思って一応変わったと自分では思ってるんだけどさ。そうだから、まあ、最初の話に少し戻ると、こうやっぱ相手を思う気持ちみたいなすごく大事にしてほしいっていうところと、でも自分さ、大学の時、大学入学して学芸入った後にすぐ5月だったかな、その彼女大学同じクラスの子と付き合ってさ、で大学卒業するまで4年間付き合ってたんだけど、すごいこう、あと同じ学年だけど相手一浪してたから年は1個上でね、でなんかすごいこう、なんだろう、うん、めちゃくちゃ自分がすごい好きになってて、もう自分がっていう感じだったの、その時は。で、まあその時もさ、結構わがままっていうか、俺焼きもち焼きだったんで、特にその大学の時が一番ね、そう、そう、なんかやっぱ好きって気持ちがすごいこう入っちゃって、しかも今以上に自分に自信がなくてみたいな感じで、まあ、めちゃくちゃ迷惑かけたんだけど、今思うとね、そうだけど、やっぱり相手のことを、なんだろうなやめな、話がまとまんねえぞ、まずいぞ、まあそうなんです相手のことをやっぱ思ってないといけんし、で相手のことを考えすぎると自分を見失うんだよね。そうで、自分を見失っちゃうとさ、結局どこに迷惑かかるかって、相手に迷惑かかるんよ、結論として。なんで自分が情緒不安定になるからさ、やっぱり彼氏彼女と接点持つのって多くなるじゃんか、会える会えないは置いといてね。そうなので、あかんなって思ったりとか。でもその塾講師やってて、高校生とか中学生のこのね、男女関係なく恋愛事情を聞いてるとさ、やっぱいろんな恋愛の仕方があるじゃん、タイプも違うし、みんな。そうでも、どれがいいどれが悪いってわけじゃないんだけど、でもやっぱり自分の気持ちというか意思っていうところはすごく大事にしといてほしいなというのをなんか感じてて、そうなんですよね。なんか自分の話してもうたの、自分の話するつもりなかったんだけどな。じゃがいもね、いきましょう。ちょっと玉ねぎ見てくる。でも恋愛ってさ、まあなんて言うんだろう、大変だけどすごく辛いし、でさ、付き合ったら付き合ったらやっぱそれも大変なこともあるわけよ。だから付き合ってから実は大変だったってなると、片思いの時が一番楽しいとかさっていうふうに思ったりするのね。まあわからんでもないんだけど、でもよいしょ、でもさ、なんかめちゃくちゃ人間なんていっぱいいるわけじゃん、男と女分けてもね。その中でさ、まあみんなもよいしょ、学生だとしてもそれなりにたくさんの人と出会ってきてて、その中で好きになってね、好きって感情を持てるだけでも、まあすごい素敵なことだろうなとは思うけど、それが好きと好きが噛み合ってさ、同じ時間を共有できるようになるんだったら、まあ、できる限りね、こう幸せな恋愛をしてほしいななんて思うわけですよなんだろう、まとめに入ろうと思ったらまとめられなかったな。あと何があったっけ、ちゃんと事前に、ちょっと人参だけ入れちゃうか、見てくれよかったね、よいしょ。あとあれだ、ネット彼氏ネット彼女のやつ、でもこれは前ちょっと話したけどね、ネット系は8月だっけ、7月か、夏休み入る前ぐらいにね撮ったけど、どう思いますかってね、たまに来るよそれ、ネット会ったことないんですけどみたいなね。俺もうさ34だからさ、みんなで言うとこのちょっとまあおじさんの部類に入るわけよ、この年齢だとね。だから感覚もずれるわけ、みんなと。だからすげえ、ほんとみんなのお父さんお母さんと同じようなこと言っちゃうかもしれないんだけど、俺はできない、俺会った人と付き合うのは絶対できんもん、うん、今自分が学生に戻ったとしてもね、うん、できない。なぜかっていうと、あ、ただね、ごめん先に言っとくわ、別にできないんだけど、いいんじゃないとは思ってる。ネットの上の恋愛関係が
成立絶対しねえよっては思ってないんだよね。いや、あり得るっしょっていう、うん、ありありとは思ってるけど自分はできんよっていう話ね。で、なんでかってまず俺がすごく人を疑い深いっていう、なかなか人を信用しないから、メールとかだよね。まあ電話もできるだろうけど、ある程度言ったら。でもさ、電話ができる関係って絶対メールが先じゃないの？ LINE とかの文字媒体のさ、連絡が先？なんかの DM とか分からんけど。で、ある程度信用できたらきっと連絡先教えてっていう流れじゃないのかな。でさ、電話で確かに直で話してるから、まああんまりごまかし聞かないってなるんだけど、スタートがね、その電話から始まった場合は割と素を見抜きやすいかもしれんけどね、文字の状態で信頼関係がある程度もできちゃってるからさ、その状態になったらもう別に何かがあったとしてもそんなにえってならないと思うよ。信頼ができちゃってるから、この人大丈夫って思ってるわけだし、どちらにせよ。で、その文字媒体 DM とかね、文字媒体なんてさ、なんてのもできるぜ。だってその場で書き直せんだから。そうで、そのだ男にしても女にしても、危なかったね。まあ、何、本当に恋愛しようじゃなくて、例えばもう体目的でさ、男性女性を漁ってる人とかは、慣れてるわけよ。そんな男女の扱いなんて。もう顔も表情も見えないから、ごまかしし放題だよ。だって俺でもできる気がするもん。うん、メール媒体とか、文字媒体で、なんだろうな、女の人をこう好きにさせるとかっていうのは、できるって言っちゃったけど、まあ、でもやりやすいとは思う、会うよりは全然。俺、コミュ障だから、会ったらもうなんかもうダメだからさ。そう。でも、なんか二転三転しちゃうんだけどさ、ありはありなんだよ、全然。ありなんだけど、その、普通に一般的にね、同じクラスでとかっていう状態よりは、みんなのことを騙そうってしてる人間は多いよっていう、比率的に圧倒的にね、リアルよりはネットの方が。で、じゃあ最初ね、ああいい人か、まあ最初はどっかで疑ってると思うんだよ。最初からさ、もう全部ウェルカムですなんてなかなかないと思うから。で、ある程度こう、あ、この人大丈夫かもとか、いい人かも、好きかもってなってきた時に、ちょっと人を好きになったらさ、もう脳みそチンパンジーみたいなもんだから、わかんないわけよ、恋は盲目だから。ほんと普通に考えたら、え、それダメじゃねみたいな。みんなの友達が同じ状況でそれ聞いたら、いやそれアウトでしょって思うこともアウトじゃないんだよね、好きになってる時って。だけどそれを客観的にちょっと見る目線、信じてるけどどっかで大丈夫なのかな本当にっていう目線は大事にしておかないと。目線？視点？視点だね。とは思う。恋愛ってさ、俺は割と恋愛体質だと思うから、自分が。本当に素敵なことだと思うし、恋愛自体は。なんだけど、一歩間違えると、一生の傷が残るんだよね、恋愛の傷って。そう、それってすごい悲しいことだよね、と思うから。慎重になりすぎるのも良くないかもしれないけど、でも慎重になってほしいな、やっぱ恋愛は。なんかさ、うちはさ、俺ね、そのうちの父親が結構こう硬派というか、結構昔ちょっとやんちゃなタイプの父親だったんだけど、若い時はね。だけど俺24の時に、俺生まれてんだけど、23で結婚したから、父の親同級生だったんだけど、で割とね、その男はその女を守るためにあれみたいないう考えを割と持ってるの。ガチガチじゃないんだけど、例えばなんだろうな、レディーファーストじゃないけど、ドアを開けてあげるとかさ、道歩く時になんだ、道路側っていうか、車道側は男が歩くみたいなのはもう小学校からずっと教え込まれてとか言われてて、それが当たり前だと思ってるんよ、持ってたのね。そう、まあそれがいい悪いはちょっと置いておいてなんだけど、
だからなんかそれでいたけども、実は実際いろんな人に会ったらそれが当たり前ではなかったし、全然ね、そうじゃない人もいるし、なんか、うん、きれいじゃないというか心が、うん、人もいっぱいいるしといろいろありまして、お前ちょっとこれ何言いたかわからないしたわからないしちゃった。でちょっと料理の話に戻るとね、あのいつもはひき肉、今ひき肉入れたんです、鶏ひき肉をね、今日シチューなんで鶏ひき肉入れたんですけど、今日ね、なんか前買ったこのもも肉が残っちゃってて普段入れないんですよ。あのうち子供2人いるんだけど、3歳のね下の子が肉嫌いなんだよね。あの塊の肉がダメな、肉っていう食べないから、いつも抜いてひき肉だけにするんだけど、ちょっとこれ使わないとこの肉ダメになっちゃうんで、今回入れます。まあちょっとある程度ちょっと大きく切って、ちょっと油は取りますね、うん、大きく切ってやればどけれるからね、下の子の予想時だけどけてっていう感じでいきます。うちの父親の話は俺なんで言おうと思ったんだっけな、まあ、そんな教えだったよって話だよね。まあ好きな人と付き合えたらというか、一緒に入れたら幸せは幸せだよね、やっぱね。それって、まあ、奇跡的なことだと思うからね、ほんとどのぐらいの確率だよっていう感じには思うけど、ちょっと大きめに切る。でも今ってさ、その恋愛なんてしなくていいよっていう人って増えてんだよね、確かね。だからこう、なんだっけ、なんかの調査でさ、大学生にアンケートって今誰とも付き合ったことがないっていう比率が高いんだっけ、今一番今までで。なんかそんなん読んだことあるよね。別にそれはなんか恋愛に臆病とかじゃなくって、めんどくさいっていう、一人の方が楽っていう子が増えてるらしくてさ、まあでもそれはそれでありだと思うんだよね。別に恋愛なんて強制じゃないし、そう、友達といる方が楽とかね。恋愛って恋愛することでプラスになることとかすごいあると、俺はもう恋愛を推す人だからすごく素敵なことだと思うんだけど、でも恋愛することでまあチャンスがなくなるというか、こう機会として減るものもある。例えば友達と遊びにくくなるとかいうのもあるかもしれないよね。相手がやきもち焼きだから異性と遊べなくなるとかっていうことも起こるかもしれない。うん、だから人によってさ、どっちがいいとかっていうのはまああると思うんだけど、でもまあ恋愛は辛いけどね、辛いこともいっぱいあるけど、いいもんなんじゃないかななんて思います。おっと、ごめん、一個知って、今ねこんな感じです。今ひき肉はちょっとだけ、これはあと胸ひき肉なんですけど、ちょっとだけ入って、本当はね、この、違うやつで肉をちゃんと炒めてから合流させる方がいいんですけど、洗い物増えるのめんどくさいので、あの中の中心だけで肉を炒めちゃいます。であとは、水で、箱に書いてあるね、水の量を入れて、具材を、特に野菜をね、人参とかじゃがいもに火を通して柔らかくして煮詰めて、で、ルー入れて、牛乳入れて完成っていう、そんな感じだよ。今何分？おお、30分経って、まあ30分この話と付き合わせてあれだったけど、まあまあ普段あんま恋愛の話できないからさ、たまにはいいかね、こんなんもね。まあ、結論としては、いや結論でもない、結論でもないけど、
恋愛においては相手のことと自分のことを同じぐらいにやっぱり大事にしてっていうのは思ってる、すごく。うん、両方大事にしてっていうとこと、自分を大事にするっていうことが相手を大事にするってことにもなるから、本当に好き同士だったらねってのもあるし、あとは好きだな好きだなって思ってる時こそちょっと一歩踏みとどまって、踏みとどまってじゃない、俯瞰的にね、ちょっとこう上の方から自分を見て、なんか冷静な自分もしっかりいてっていうのは、自己防衛になると思うので大事にしてください。ほんといい恋愛してみんな、マジで本当思う。失敗もありいいと思う、いいんだよ、俺もね失敗したし、失敗してもいいんだけど、傷がついちゃうような失敗はしちゃダメだよ、しちゃダメとかしないでね。ネットで会った人にね、ちょっと本当にいろいろされちゃったとか、一生残るからそんな傷としてね、だからさと思います。ちょっとシチュー完成までいくと、あとこの2倍尺喋りきる自信がないので、そろそろ終わろうと思いますわ。ちょっと寒くなってきたから、だいぶみんな体調気をつけてね、体が一番だよ、勉強だからとかじゃなくて、部活とか頑張ってるからみんなね、体が資本だからね。ではでは、変な体勢でごめんね、肉を炒めながらでございますが、ここまでご視聴いただきありがとうございました。またどっかで料理で会いましょう。それじゃね、バイバイ。